言葉の処方箋100本ノック東屋でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の言葉の処方箋はこちらです。変わらないために変わらなければならない。これはですね、ダーウィンのね、あの進化論のダーウィンですけども、ダーウィンの、最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものであるっていうところから来てると思いますが このダーウィンのこの説自体がね、まあ、結構なんていうんですかね、ビジネス的なところとか、組織改革する時なんかにね、用いられたりしてる、まあ、結構有名なセリフなんですけど、まあ、あるあるなんですけどね、有名になると、そもそもこの話自体が、ダーウィンの説をなんか曲解してですね、ちょっと誤ってというのか、理解された方が広めていったとも言われている説なんですね。なぜならば、これは逆境にある時の話なんです。で、ダーウィンの進化論にこれは当てはまらないんですね。で、安定期には当然生き物というのは強いものが生き、賢いものが生きます。で、逆境にある時には変化できるものが生きるんですね。なので、この言葉自体が広まってることとはちょっと違うかもしれないけど、これ眼哲学外来的にはもうね、バッチリ OK です、ね、だから眼哲学外来っていうのはやっぱり逆境にある時にどう自分が生きていくかっていう話なので、逆境にある時には変化です。何かうまくいかないことがあったら、生き方、気持ちの持ち方、何でもいいと思うんですけど、変化させてみてください。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。